藤原です。今日も仮想通貨ニュースとチャート分析を配信していきます。このチャンネルでは仮想通貨について初心者から上級者まで分かりやすく解説していますので、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はね、日本のニュースからいきたいと思います。国会でね、改正資金決済法が、参院本会議で可決しました。これはね、ステーブルコイン関連の規制を導入するものですね。通貨の発行を銀行や資金移動業者、まあ、仮想通貨交換業者のこととか取引所のことなんですけど、あとは信託会社に限定しますってことで、マネーロンダリング対策の強化も盛り込まれていると。仮想通貨の流通にはまあ登録が必要になりますよということですね。これはまあ一つの規制の大きな一歩になるんですけど、まあ、例えば僕がね、今会社経営してるからといって、じゃあ藤間のコインっていうね、あの円と同価値のステーブルコイン出しますって言っても、それはできないよっていうことですね。それなりに信頼のおける、銀行とか信託会社とか、まあ、仮想通貨取引所とかになるのかな、まあ、そういうところが、中心となって日本でやっていきますということですね。まあ、日本でね、そんなに今あんまりめぼしいステーブルコインの話もね、JPYC があるのかとかはあんまないんですけど、でも多分今後出てくると思うので、それについてね、規制したということになっています。はい、じゃあ次が、面白い記事で、福岡市からね、内閣府に仮想通貨企業への、規制緩和を提案しましたということで、内閣府は地方創生推進事務局があったんですけど、国家戦略特別区域会議の内容を公開しましたと。この国家戦略特別区域会議っていうのがあって、その特別区域っていうのがいくつかあるんですけど、東京と大阪と福岡だったかな、なんかあるんですけど、まあ、その中の、中で福岡市が、仮想通貨に関する提案をしているところですね。まあ、ちなみに福岡市は僕の地元ですね。で、暗号資産の発行を介した出資をもっとベンチャー企業でも行えるように、まあ、提案しているってことで、これはね、今ね、例えばここに図があるんですけど、有限責任組合が、仮想通貨を新しく発行するっていうのを基本的に認めてないんですよね。それをするためには、さっきの、まあ、国会で可決された法案と、まあ、連動する話なんですけど、仮想通貨交換業者として、まあ、登録をしなきゃいけないと。そのハードルがめちゃくちゃ高いということで、それで、まあ、スタートアップが生まれてこない環境になっているのが問題だということで、それをね、是正するために、この投資事業有限責任組合が、簡単に仮想通貨を発行して資金調達することができるように、まあ、するべきだっていうことを、まあ、言っていると。交換業の、まあ、認可を必要としないようなルールにした方がいいんじゃないかということで、まあ、言っているということです。まあ、これは、まあ、そのスタートアップが新しく仮想通貨を出すことが今日本では難しくなっているよねと。それをまあ緩和しようねっていうのもあるんですけど、もう一つ、企業が持っている仮想通貨は決算の時に含み益にも課税するっていう課税問題があるんですね。でそっちも解決しなきゃいけないんです。でそっちはそっちで、まあ、自民党も議論されていて、この間岸田総理も、やりましょうみたいなねコメントをしたっていうことで、ちょっとね仮想通貨の税制も、改正しようとしている動きがあるということで、日本のニュースもねかなり気になってます。結構ね、日本人がやってるそのブロックチェーン関連企業がシンガポールとかに逃げちゃっていて、もったいないっていう問題はね、結構国会でもね、かなり問題視されているらしいので、この機会に、まあ、税制も変えてほしいし、もうちょっとね、緩和してほしいなっていうところはありますね。なんか僕の地元の福岡市が結構仮想通貨っていうか、そのブロックチェーン関連の企業、まあ、IT 系のね、国家戦略特区になってるので、誘致したいみたいなところがあって、今のね市長の高島さんっていうね、方がいますけど、その人が結構まあ、若い市長だったので、35歳ぐらいになったのかな、本当僕と同じ年ぐらいの時に市長になった人なんですけど、その人が結構その
なんていうんだろう、先進的なね、施策いっぱい打ってくるので、ぜひ福岡にそういうブロックチェーンの企業を誘致したいみたいなところもあるんじゃないかなと思います。で、もしその誘致して、まあ今はね、仮想通貨関連の企業ってほとんど東京に本社を置いてますけど、まあ、福岡にね、本社を置くようなことがあればね、僕もね、福岡に別荘でも持とうかな、というふうに思います。はい、じゃあ次が、相場の話ですけど、アーサー・ヘイズさんがね、またあのビットコインの底値予想を出しました。アーサー・ヘイズといえばビットメックスってね、昔日本人にも結構使ってたあのデリバティブ系のね、あの取引所あるんですけど、そこの、まあ、創業者なんですけど、その人が、ブログでビットコインの底値が2万5000ドルから2万7000ドル、イーサリアムが1700から1800で、まあ、そこを売ってる可能性があるよねということを言っているところですね。まあ、この価格帯ってもうこの間タッチしてますので、まあ、この間のやつがそこだったんじゃないかっていうことなんですけど、少し前、5月時点ではビットコイン2万ドルまで下がるよと、イーサリアム1300ドルまで下がるよって言ったのから情報修正してる形になるので、アーサー・ヘイズさんとしてはもう一旦もうこれで底打ちになって、今からじわじわまた上がっていくんじゃないかという予想でした。うん、この人の予想ね、結構当たるんで、結構ね、いろんな人が見ているので、これを見た人は買っていくかもしれませんね。僕もね、ビットコインね、まあ、2万2000ドルの、週足の 200MA タッチぐらいまで行くかなと思うんですけど、でも結構ね、ここまで落ちるんでしょって思って、ずーっとじわじわ落ちない、落ちない、落ちないで上行ったっていう感じの場面ってね、今まで5、6年ビットコイン見てきたら結構あったんで、そこ打ってる可能性はあるよね。じゃあ次、チャット分析いきます。今日は、ビットコインと、ルナクラシックとルナ、そしてビットコインキャッシュ、久しぶりにやっていきたいと思います。ビットコインはですね、まあ、今日あんまり大きな値動きはないんですけど、まあ、基本的に多分今はアメリカの雇用統計待ちでみんな多分様子見だと思うんですよね。で、まあ、それが、まあ、割となければ株も上がってビットコインも上がるっていうシナリオがまあ考えられるんですけど、今日の夜ですよね、まあ、日足で基本的に今ね、テクニカル的には今上昇からの一旦押し目って感じなんですね。この三角持ち合いの、上抜けからの裏タッチで今要請見てるので、超押し目買いポイントなんですね。だからまあここで買っていくのがいいのかなと僕は思ってますけどね。で、こういう時は悪くなければ株も上がって、ビットコインも一旦3万6000ドル付近まで上がってくるかなと思います。まあ、CME の窓開いてるし、市場最高値から引ける、ギャラクトレンドタッチのところまで。そこで、まあ、ロングするんだったら3万6000ドルで一旦利益確定していきたいかなっていう感じ。じゃあ、ルナですね。こいつはなんかね、一旦ちょっとね、上に向かったような動きをしたんですけど、やっぱり弱くて 0.0001 ですね、今日もね。やっぱまだショート続けていいかなって思うんですね。今日ちょっと昼頃に、一旦ちょっとね、ショート利確してしまったんですけど、再度またショートしましたね、僕ね。どうかな、弱い、やっぱり、一旦なんか上行きそうな感じもしたんだけど、結局まあちょっと陰線で全戻ししてるので、まあこのままやっぱりダラダラ下がってくるかなと思います。で 0.00005 とか7、6ぐらいまでは落ちるかなとか、この間の安値さらにちょっと更新したあたり、そしてその辺からちょっと少し買われていってまた反発するんじゃないかなっていう感じ。はい、そんな感じですね。じゃあ次ルナ2ですね。ルナ2も弱いね、やっぱりね。6.4 ドルとかなんですけど、多分このままダラダラ下がるんじゃないかなと思うんですね。やっぱりね、この間バイナンスのチャンポンジャオ CEO も言ってたんだけど、やっぱこのプロジェクトのね、その、優位性があんまり見えてこないので、やっぱちょっと反発はしたけど、落ちてますよね。で、このまま多分安値更新してくるんじゃないかなと思います。ダラダラって下がってくる感じ。だからこいつもやっぱりショートしたいかなっていう感じですね。はい。じゃあ今日ね、久々にビットコインキャッシュいきますが、ビットコインキャッシュ、久々にチャート見たら187ドルまで落ちてるんですね。これも週足のチャートなんですけど、ここ2017年のバブルの時ですね。で、この間のバブルで一
旦1600ドルまで行きました。でもすでにもう10分の1下がってます。でこっから僕はね、まださらにね半値ぐらい落ちると思う。多分コロナショックのこの底、ここね、ここまで落ちるんじゃないかな。コロナショックの底が90ドルですので、今187ドルなんで、まあ、今からさらに半分なる可能性あるかなと。だからまだショートしたい。これもこいつもショートしたいかなと思います。バイビットでショートできると思いますので、ビットコインキャッシュもまあ長期的にショートしてもいいかなと思います。まあ、できればちょっとね、高値まで、ちょっと少し反発したところでショートを打ちたいって感じですね。日足で見てみたら、まあ、今こんな感じなんで、この移動平均線タッチ、例えば、今187なんだけど、300ドル付近ぐらいまでは上昇しそうな感じなんで、ここまで引きつけてからショート打ちたいって感じ。そしたら300ドルから90ドルだから、まあ、3倍ぐらいにはね、なるんですよね。レバレッジ1倍でもね。うん。はい、そんな感じで、まあ、ビットコイン以外はショートでいいかなって感じの相場でした。はい、今日の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。そして動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。キャンペーンで仮想通貨とかお金がもらえる取引所もあるので、ぜひ、登録してみてください。それでは最後に、フジマナじゃんけん、じゃんけんポン。またね。仮想通貨投資で今一番おすすめの取引所はバイビット。バイビットなら100種類以上の仮想通貨の現物取引と FX 取引ができます。そして、日本の取引所から仮想通貨を送るっていう方法以外にも、クレジットカードで仮想通貨を買うという方法ができるので、日本の人にも使いやすい取引所になってます。そして、新しく人気になったコインの上場も早いし、ローンチパッドも充実してます。動画の説明欄またはコメント欄の一番上に、バイビットの招待コード、こちら手数料が安くなりますので、バイビットの口座持ってないって人はこの機会に始めてみるといいと思います。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。フジマナの YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そしてツイッターやインスタグラムの方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、ツイッターとインスタグラムぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤村でした。